それじゃあね、生物の交差問題対策ってことでいくつかポイントが列挙してあります。まずね、1番目、単位に注意ね。この説明始める前に、まずね、ちょっとね、生物のね、交差問題は肩の力抜いていいです。ちょっと気楽に捉えた方がいい。むちゃくちゃ難しい交差問題って誰も解けないんですよ。本当に新しい、論理を必要とするような考察問題、生物の考察問題って誰も解けないんで、それ入試で差がつかないんで、基本的に肩の力抜いて難しすぎる問題誰も解けないから、まずね、そういう姿勢、ちょっと、ね、肩の力抜いて取り組みましょう。ではポイントの一つ目、単位に注意ね。単位に注意、もうね、単位、何メートルですかって聞かれたらね、何メートルで答えなきゃダメね。何メートルですかって聞かれた時に、あなたの身長何メートルって言われた時に、僕の身長は、180センチですと答えたらブーブーね。もちろんね、あなたの身長何メートルって聞かれてるのに5秒ですってのは意味わかんないから、その答えは意味わかんない。で、単位って例えばさ、これね、1ミリリットルあたり何ミリグラムですかっていう単位で、このね、この棒ってね、分数を意味してから注意ね。これって、ミリグラムをミリリットルで割ってるって意味だからね。これ要注意、ごちゃごちゃにしないように。なんで腎臓の濃縮率の問題にできたの、濃縮率で単位がないかっていうと、なんで腎臓の濃縮率で単位がないかっていうと、あれ、濃度分の濃度なんで、濃度分の濃度なんで、これ分数で、これ単位ってね、こうやって消えちゃうんだよね。約分されて消えちゃうんだよね。だからね、こんな風にね、これはミリグラムの数字をミリリットルで割ってるんだなって思うと、ちょっとね、単位に間違いにくくなるんで。だってそうだよね。だってなんだ、これって速さの単位じゃん。1秒に何センチ進むっていう速さの単位じゃん。これって明らかにセンチメートルの量を秒の量で割ってるよね。距離割る時間だよね。距離割る時間。だからこれって、この斜めの棒ってこの分数のこの棒をね、斜めの棒ってこの分数のこの棒を示してるんだよね。それちょっと注意しておくと、問題解くときにね、単位のイメージが湧きやすいかもしれません。まず1つ目、ね、単位に注意。2つ目、なおまだ正しいのほうに注意、ね。生物の問題って、よくね、なお、ほにゃららね、また、ほにゃららね、ただし、ここにあるって風に、これがね、問題文の最後に論じられることが多いんで、この後、ここの文章に要注意。生物の出題、入試問題の出題者が問題作るときに、この棒線がなかったら答えにくいだろうとか、この棒線がなかったら答えが2つできちゃうとか、そういうふうなことを考えて書き足すことが多いんで、これ、ね、なおまた正しの後ろに注意ね、気をつけよう。問題文読むときは、長い問題文読むときは、なおまた正しの後ろに注意ね、気をつけよう。で、3つ目、図はざっくり捉えるね。図はざっくり捉える。もちろんグラフのね、横軸縦軸注意するのは気をつけてね。横軸が時間だったり温度だったり濃度だったりするからね。横軸縦軸を気をつけるのは絶対としてね。こうとかね、なんていうの、これ何何時間、ね、これ何時間数とか、なんていうの、これ傾きとかどうなってんだろうとかね、基本的にね、生物のね、入試問題でね、微分とか積分、微分とか積分要求されることないんで、これ見たら、なんかね、上がって下がってるぐらいね、こう見たら、あれこれって何、何ていうか、なんかこれ、この傾きがどうなってるのかなとかね、これどういうふうな、関数で表されるんだろうってのは、そういう次元の話じゃ まず置いといて、上がってって一点になってるね、それぐらいね、そんな風にね、グラフはね、もうね、ざっくり捉える。もう初めはざっくり捉える。上がって下がってるとか、上がって上がりっぱなしとかね、上がってるとか、いくらこんなぐちゃぐちゃに書かれても、なんとなく上がってんなって、まずは捉える。で、問題文が、こういうところに注目しだしたら、その時初めて細かく見ていくんで、基本的に、理科的な、サイエンスのグラフは、ざっくり捉えると。まずはざっくり捉える。いいかな。で、4番目。材料に注意。これはもう材料に注意。何を使ってるのか。例えば、根粒菌って言われたらね、原核生物だとかね。大腸菌って言われたら、原核生物だとかね。とか、酵母菌って言われたら、真核生物だよね。菌類だよね。菌類、細菌類、原核生物だよね。だからこれ、何を材料に使ってるか。例えば、ほうれん草の葉っぱって言われたら、それは植物細胞だよね。とかね。
なんでこれあえてそんなね当たり前でこんな知ってると思うかもしれないけど、例えば人の細胞って言われたからって人の細胞って核ありますか？人の細胞って核あります？あるよ、ね、人は動物やん、真核生物ドメインやん、ね、核あるもらずに核あるに決まってるやんと思うかもしれないけど、人の成熟した赤血球は核を捨ててるからね。あと人の細胞でも分裂中期とか分裂中の細胞は角膜見えないでしょ。みたいになんていうかね、結構細かく何使ってんのかなって、ほうれん草の細胞だってもしかしたら根っこの細胞で、根っこの細胞は葉緑体基本的にないからね。だからこの時に何を使ってるかってすごい気をつけなきゃいけないね。どんな資料を使ってるか、どんな材料を使ってるかってとってもとっても、ね、最初の注意を払わなきゃいけないと。まあこういう、生物系は問題文に出てくる順からチェックしていこうね。初めに一気に覚える人多いんだけど、まあ問題文で出会ったらそのために覚えようね。5番目、スケールに注意。これも大学入った後の論文読むときも大切だけど、こうやって書かれたってこれなんだか分かんないのこれね、こうやって書かれてなんだか分かんないの。だからこれどんだけの大きさなのかなっていう。例えばね、これが何、この長さが1マイクロメートルぐらいだったら、ああもしかしたら何ちっちゃいな細胞かなとかね、そんな風にこの風に スケールどの程度の大きさなのか、これは電子顕微鏡像なのか顕微鏡像なのか、もしくはねただの模式図なのかね、そうだね、スケールとか、世界観にスケール感に注意しなきゃいけない。細胞消費化なのかね、細胞なのか、もしかしたらこれ、もしかしたらこれ何原っぱなのかもしれないし、ね、島なのかもしれないし、ただ問題文に図が出てきたらね、スケール感に注意した方がいいです。あともしくは写真じゃなくてただの模式図である可能性もあるからね、あと問題よく見て、まあ、スケール感とかどういう図なのか、何を表している図なのか一個一個注意しなきゃいけない。でこれがごめん6番目、最後書いてないけどもうね6番目はね、あなたがむちゃくちゃ頑張ってもう絶対合格するんだって、もう絶対受かるんだっていうむちゃくちゃに頑張って、それで失敗してもそれはねどうにかなります。失敗したら死ぬしかないって思ってる受験生多すぎです。全くそんなことなくて、むしろ失敗から人生のね、なんていうか新しい扉が開かれることなんか当たり前で、もうねむちゃくちゃ努力してください。むちゃくちゃ努力して、もちろん心身の健康に気をつけてね、むちゃくちゃ努力して、でもねそれで失敗してもね人生なんかマジどうにでもなるんで、本当に思い詰めないようにね、どうにでもなるんだと、本当に誠実に生きてる方は絶対将来成功するから、ね、受験で全てが決まるなんて、それ受験で人生の全ての価値が決まるなんて、それ愚かな考えね、それそうやって言ってるやつ嘘つきだからね、本当にむちゃくちゃ努力してもう絶対受かるんだって努力して、で失敗しても どうにかなるからね、どうにかなるんで人生ってね、ぜひね6番目ね、心のね奥の底に一応この思いはしまっといて、ではね、いろんなこと注意しながらね、これが多分二次試験の問題ガンガン解いてる人多いと思うけど、ね、ぜひね頑張ってください。